はい、どうも赤星せよ赤星マシマシティー、はいしょー。はい、今回、ラーメン二郎府中店さんです。府中、3年ぶりに行ってきました。そうなんですね。だが、しかし、撮影のですね、動画の許可が下りなかったんですね。なるほど。で、伺ったら、写真でならということで、久々の形式ですね。はい、お写真で紹介していきますね。府中は、雑居ビルのですね、中の奥の方にあるんですね。こちらです。向こう側からこう並ぶんで、写真だとこんな感じになりますが、2001年にオープンしたんですけども、府中の中で2回移転してます。でなんとですね、かつては2階に店舗があって、一時期餃子とかね、中華料理出してた時期もあるんで、ね、今ではラーメンだけに落ち着いたということでございます。では、写真を見ていきますね。こんな感じですね。小、豚入り、大と、それから、つけ麺があったりして、前回行った時はですね、この左側にちょっとある、温泉卵なんかも入れたんですけども、なんと前あげた時、二郎でですね、撮影した中で唯一僕、アフレコをしてない府中店だったんですね。え？どういうことか？つまり、情報だけを流す動画だったんです。初期の動画だ。改変期だね。そうなんですか。改変期なんてあったんですね、YouTube に。そうです、僕。というわけで、豚入り大つけ麺全増しです。つけ麺。つけ麺を選ばさせていただきました。あんまりないですからね、つけ麺あるところね。こちら、増し増しがね、ないんですね。噂なんですけども。勇気がなくて、増し増しと言えませんでした。まあね。前回もそうです。もし、なかった時はね。そうですよ。空気ったら。なので、全増しにして、ニンニクは麺の方に入るタイプですね。店によってはスープの中に入ることもありますけども。そして、こちらの油ですよね。この量がすべて、汁に行きますけど。中の返しの部分見えてないですね。味噌汁のようなね。まるで。はい。というわけで、静止画で見ていきます。そうだ、もうここからずっと静止画だ。はい、静止画ですよ。豚、こちらは、かなりの、ほろ豚。もうこの、着丼の時点で崩れてますね。でも、おろした時の、引力でも崩れちゃったのかもしれないけども。ね。で、汁の中にも、入ってんですね。あ、なるほど。はい。で、なんか、油部位が多い気もしたんすけど、ちょっと周りの油をかき込んで、口に入ったんで、その影響かもしれません。なるほど、なるほど。はい。さあ、そしてその漬け汁、ね。もうマジでね、オホーツクのも、氷河の下から、もう、かき出すかのような、汁ですけど。下の方にこうね、醤油の部分がありますんで、ちゃんとね、しっかりとした FZ 醤油使ってますよ。はい。で、油、ね。液体油も多いわ、はいはい、油の一個一個の破片も大きいわでですね、他の麺とかとかき込んで食べると美味しいんだけど、それでこのまま食べても美味しいですよ。あ、もう肉かすみたいな。そうそんな感じでもいけますね。そしてお野菜は、歌舞伎町のつけ麺とですね、同じぐらいかな、盛り度としては。はい。でこのやっぱね、シャキ野菜をですね、先にこう食べるのが僕の二郎のこうおすすめなんで、麺行く前に野菜ですごいサラダを食べてください。まずね、健康にもいいですからね。はい、それしか。その食べ方は。まあお野菜をね、胃に敷いてということで。そしてですね、麺が二郎で一番太いのではないかと。そう、すごいですね、これは。これなんですよ。新大板もやっぱ太いですけども、このね、極太はちょっと新大板の太さ上回るかな。日によっては新大板の方がちょっと平打ちだけど太い時もあるけども、常にこの太さなんで、はい。で、あっという間に頬が満タンだよ。こんなに掴んだらもうこれ多分口小さい人は、ちょっとググってなります、ね。頬が満タンに。満タンになります。リス食いしてるんですか。リス食いをしてますね。リス食いしてるんですね。頬袋ない人気をつけてください。ないんですよ全員。ごわっとしたね、麺の食感、お野菜シャキシャキ、いろんなね食感が同時に味わえるね、府中だけに3連単で食えますからね。競馬場近いですよ。競馬場近いんで。そんなわけでニンニクね、いきますけども、量的にはまあこれだけなんですよ。なんすけど、青森ニンニクのような強さを持ってるんで、ぶっ飛び、はい、ぶっ飛びニンニクです。つけ麺だとね、分離してるんで途中で味変効果すごい高いんで、食べすぎないで、そんなに汁が少なくなってきちゃうとかなり、うおーんと、
かなり強烈になってきますんで、まあ、油をね少し緩衝材のように敷きながら食べるといいかもしれない。なるほど、はい、引っ越しの時の毛布みたいなこと、毛布みたいなことですね。ということで、ごっつぁん最後の器取り忘れたんで、ごっつぁんって、そして、ね、自分の絵も出てきましたが、あれだね、あっと、90.616、すごい、はい、最後のイラストは許可出たんですか？僕に許可を得まして、これは僕自身で出していいですよって言ってね、ごっつぁんというのがありましたが、はい、まあ、宇宙二郎でこれでようやく、はい、あの解説ができましたよ。なるほど、はい、そうか、前回はしてなかったから、そう、まあ、今回ね画像でしたけど、画像でしたけども、だからまあ宇宙撮ろうとすると、前回は動画だったの、 OK だったの。あ、そうなんだ。まあ、ちょっといろいろルールが変わってきたんで、はい、だから3年前のこの宇宙の回を、皮切りにですね、このチャンネルのデザインがゲーム風になったんですよ、確か。ああ、そうなんだ。それまでは徳川家の末裔チャンネルということで、フォントとかもあんまこだわらずにやってたんだけど、そっちの方が見やすかったという声もね当時はありました。歴史ありですね、意外と。そうです、なので宇宙はちょっとね、僕としてはずっとちょっと行きたかったんですよ。なるほど、はい。まあ、先ほどね、あの競馬場近いんですよね、やっぱ馬娘のね、流行ってます。馬娘流行ってるね。豚男ですか？豚男ちょっと待って、豚男、馬娘の大義語ですか？豚男、豚男ですか？私豚男さん、ちょっと競馬あの分かんなさすぎて、その3年前あたりに府中行った時に初めてやったんだけど、はい、その3連単を、かけ方がよく分かんないけど、1000円ぶち込んだのね、いきなり。おしたら、2と3着が外れだったんだけど、当たってたら300何万かのやつだった、みんなそうなんだよ。え、みんな当たってたらそうなんだ。当たってたらね、そりゃそうよ。そうなの？そりゃそうだよ、当たってたらそうだよ。あ、じゃあ待って、なんだよ当たってたらって。いや、それって3連単じゃなくて、3連服、そう、それで買っても当たりだったってことだよね。でもそれだったら300何万じゃないでしょ。あ、でもその倍率的にはその3頭を選ぶってのがあんまりない倍率だったから、なるほどね。服買ってやん。いや、だからみんなそうなんだよ。みんなそれ、みんなそれ、みんな同じこと言ってる。毎日やってる、みんな競馬の人たちが、これを当たってれば当たってたっていうのと一緒だから今。あれ買ってるわって、みんなそうだよ。みんなそれやってんだか。みんなそれ、そうそう。いやー、でも僕そこで、よし、もう一丁ってなんだけど、1000円だけかけて帰ってくるって。あの、ギャンブルがちょっとなんかハマんないんだよね、俺。なるほどね。まあ、今回の中継では行きませんでしたけど、はい、何か馬の情報あったらコメントに。馬の情報？はい。何か、これが楽しいよってなったら教えてください、皆さん。はい。ごちそうさま。Thank you.